寺岡さん、坂口あんりさん、もしこれ見ることがあれば最後に一言いただいてよろしいでしょうか。何でも構わない。いやもう真面目にねやって、やめた方がいいと思います。クジャクダンスタイルでいきましょい。どうもクジャク団の吉田です。ということで、先ほど紹介したレンジャー寺岡さん、あ、引き続き、はい、はい、で、まあ、ちょっとどんな方かいろいろお話ししたいなと思いまして、はい、一応、まあ、言っていいんですかね、一応、寺岡さんは一応、はい、ゲイ。そんな風に全く見えないですよ、ね、まあ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 、ゲイですよね。ちょっと、ちょっとゲスな話していいですか。全然いい。自衛隊おられたじゃないですか。男性ばっかりじゃないですか。多いんですか。まあある、まあ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 ね。いつぐらいからゲイになられたんですか。幼少期というか、気づいた時ね。10代ぐらい。ああ。10代でも結構幅広くないですか。その中学高校。中学校ぐらいですか。ああ中学。もう女性の経験は全くないですか。一応両方、まあ、女性とお付き合いしたこと、童貞ではないですか。で、その、まあ、入れられたことがあるんですか。どっちなんですか。どっちが好きなんですか。入れられる方。あ、じゃあどっちかマグロタイプなんですね。待ってる側。ああ入れられる方。そうなんですね。ちなみに1個聞きたいんですけど、僕と吉田クジャク団いるんですけど、どっちがタイプとかあります。マジっすか。僕じゃないんですか。悔しいな。今彼氏とかお付き合いされてる方いる。今はいい。今はいつまでいたんですか。もう何年か。ちなみにおいくつですかね。49。そのエッチというかはいつぐらいですか。半年ぐらい前。半年前に入れられたんですか。その時入れたんですか。入れられた。じゃあちょっとキスしていいですか。大丈夫ですか。吉田のどこがいいとかあります。顔がいいっす。ああ顔かっこいい。ああかっこいい。ガチ褒めじゃないですか。僕からの方がいいですか。あ、そう、寺岡さん待ちですね。はい。そうね、緊張してちょっと、ちょっとカメラ動かして。はい、出てた。プロで裸の付き合いの時に話したんですけど、はい、もう包茎の手術されてて。え、いつですか。もう何年も前にね、でなんでされたんですかって聞いたら、もうその相手側の男性が皮かぶってるの気持ち悪いと何度もで結構悩んで、まあ、手術。すみません、ちょっと僕あんまり存じ上げないんですけど、寺岡さん入れられる側だと思ってたんですけど。でもやっぱりね、入れられる側もすごい立つんですよね。へえ。で、まあ、手術後も 見させていただいて、はい、まだ残ってるんですか。残ってまして、手術後脱いだとかあるんですけど、はいはい、ハートになってます、ね、ハート、はい、なんすかそれ。移したいけど、まあ無理か。ハートになってまして、はい。でも寺岡さんも女性無理なんですか。ちなみに無理ではないですけど、これ言っていいかな、つい最近、まあ、今年の話なんですけど、はいはいはい、
坂口アンリに騙されて10万ぼったくられて一切何も触ってないっていう、そういうので女性がちょっと嫌なんです。ちょっとそれ聞かせてもらっていいですか。どんな状況だったんですか、ちなみに。まあそれはたまたま、はい、デリヘルでね、デリヘルを毎日呼ばれるのかな。ああ、なるほど。ええ、パチンコ買ってね。あ、パチンコの買ったお金で。そうそう、あ、僕全然です。はい、まあまあ、わかります、わかります。で、相手してくれないかって思われて、5万でいいから。5万で最初は5万でいいって言われた。はいはい。で、結局何もやらず、はい、喋ったわけ。喋ってるだけで坂口兄は来てくれたんですよ。5万でいいって言って来てくれて、喋ってるだけで、もう5万よこせと、えって言われて、結局払って、はい、お前なんかどうやるわけねえだろうって言って帰っていかれた。えげつな。これね、はい、言っていいのか、ゲイより跳ねそうな話をあるんですか言っていいですか、まあ、これ。まあいいでしょ。本人は20万ぐらいだって被害者ですから全然言っていいですよ。20出したら入れれてたんですか。多分できた。でもその日はもう家帰って、はい、ペットボトル入れたんでもう辛くて。寺子さんちなみにおいくつでしたっけ。49。49で性欲は果てしないんですね、やっぱり。全然まだ立ちますね。あ、性欲もレンジャーなんですね、やっぱり。一応坂口アンリの話はマジで実話なんで、あ、一切持ってませんし、はい、加工してません。わかりました。5万でデリヘルできるって言われた坂口アンリが来て喋ってたら、じゃあ喋ってやろうとしたらもう5万よこせと、はいはい、で渡して計10万ですよね、今渡してんの、はいはいはい、でじゃあ何かやろうとしたらお前なんかとするわけねえだろ、20万よこせって言って帰られました。喋っただけです。最後に寺岡さん、はい、坂口アンリさん、もしこれ見ることがあれば最後に一言いただいてよろしいでしょうか。何でも構わない。いや、もう真面目にねやってやめた方がいいと思います。自衛隊時代に、すごい早食いが得意やと、で今ちょっと熱々の、はい、ベビースターソースに、あ、この前食べたやつですね、僕らが。本当にもう湯気すごい、はい、これをちょっと寺岡さんに、はい、早食いしてもいただこうと。ちなみにレンジャーはどれぐらいされてたんですか。何年ぐらい自衛隊回りました。2年ぐらいです。2年少ないなおいということで、はい、早速やってもらいましょう。いいすか、お箸入れますか。あ、でもこのスプーンあるからいいんじゃないですか。スプーンで。じゃあいいすか、ちょっと味見して、はい、軽くね、味見だけです、はい、もうこれぐらいになると余裕なんで。そうです、当たり前ですよ、こんなに。いけますか。じゃあ行きましょう。じゃあ吉田さんの号令でスタートお願いします。じゃあ3、2、1で行きましょう。はい、じゃあレンジャー寺岡の早食い3、2、1どうぞ。あっせそんな早い、あんま早ないなおい。